私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は車を持っているんだけど、車を持ってないママさんももちろん何人かいて、その中で一人困った人がいるの。その人はオミさんと言って、最近お子さんのお迎えを私に押し付けるようになったんだよね。なるみさん、仕事終わりに娘のことを迎えに行ってくれる？今日習い事があるからよろしくね。なんで私が行かないといけないのよ。じゃあ私の子供はどうやって帰ってくればいいの？そんなの自分で迎えに行けばいいじゃん。用事があるからなるみさんに頼んでるってことがわかんないのかな？用事がなかったら人に頼むなんてことするわけないでしょ？用事があるのになんで習い事に今日行かせたの？誰もお迎えに行けないのであれば今日はお休みするとかあるじゃん。ダメよ。娘はピアノの教室楽しみにしてるんだもん。楽しみを子供から奪うつもりなの？そうじゃなくて、もっと考えて行動しなって言ってるの。先週もそうやって私に何かとお迎えに行かせたよね。行かせたじゃなくて、行かせていただいたでしょ。子供と関わる機会はそう多くないんだから感謝して。私だって暇じゃない。今までは自分の子供のついでだからよかったけど、娘のピアノ教室に通う曜日が変わったし。じゃあ元の曜日に戻せばいいじゃない。娘は一つ上の教室に通うことになったから曜日が変わったの。何それ、私の娘が下手くそだって言いたいわけ？そんなこと一言も言ってないでしょ。とにかくお迎えは自分で行って。だいたい私車持ってないじゃん。それが何？それが何って、なるみさん空気読めないのね。上司から喉が渇いたって言われて、そうですね、私も喉が渇きましたって返すタイプ？そういう時は、飲み物準備しますねって言うのよ。あなたは私の上司でも何でもない。私車持ってないんだから、なるみさんが助けてよ。ママ友同士助け合わないと。なんでそうやって助けてもらうのが当然だと思ってんの？ん？助け合いの精神は大切だと思うけど、一方的に助けるだけの関係は必要ない。何怒ってんの？カリカリしちゃダメよ。車がないのなんて今に始まったことじゃないし、最初から分かってたんだから。お迎えが厳しいなら習い事の場所を変えるとか、旦那さんに協力を仰ぐとか、いろいろあったでしょ。そんなこと言われたって。だいたい今日は何の用事なわけ？秘密。気持ち悪い言い方しないで。近くに住む義両親に頼めばいい。バカ言わないで。なんで私が好き好んであんな人たちを頼らないといけないの？私たちよりも先輩で頼りになる人たちだよ。私も自分一人じゃどうにもできない時は両親頼ったりするし。なるみさんは離婚してるからわかんないのね。あんなめんどくさい人たちと絡むつもりはない。とりあえず迎え OK？ OK じゃないわ。迎えに行ってくれないなら、暗い中一人寂しく娘は帰ってくることになる。最近変質者も多いって聞くし、怖いわ。どうしようかな。娘泣いちゃうかも。今回だけだから。え？仲のいいママ友が迎えに行ってくれるみたいだから今回だけ。さすが助かるわ、なるみさん。また今度よろしくね。次はないから。4日後。なるみさんごめん。ちょっと車出してくれる？今度は何？実は今日友達と食事に行くから、そこまで送ってほしいの。食事に行くのは夕方だから焦らなくて大丈夫だよ。ふざけんな、タクシー使え。庶民はタクシーなんてそう簡単に使えないの。自分の価値観で喋るのはやめてちょうだい。じゃあその友達に迎えに来てもらうんだね。無理よ、その人に迷惑がかかるじゃない。私の迷惑は考えてくれないの？私となるみさんの仲だもの。私はあなたのこと特別仲がいいと思ったことはない。ただのママ友。そんなこと言わないでよ、私のアッシー。あ、間違えた、心の友よ。知ってるよ、あなたが私のことを陰でアッシーって呼んでること。さっきのは変換ミスしただけで、なるみさんのことを言ったんじゃない。だから怒らないで。分かってるんだよ、私のことを都合よく使おうとしてること。そんな怒らないでってば。助け合いの精神は大切でしょ。今度私もなるみさんのこと助けるから。あ、分かった、ガソリン代とか払えばいい？そうすれば許してくれるよね。私が言ってるのはそういうことじゃない。そうだよね、なるみさんはお金にがめつくないから請求なんてしないよね。とりあえず今日の夕方に私の家に迎えに来てくれる？修羅駅まで送っていてほしいの。修羅駅？
それって車で1時間以上かかるじゃん。そんなに遠いところなら電車で行きなよ。なんでそんなこと言うの？電車なんてお金もったいないでしょ。それにお酒を飲むことになった時に電車だったら大変でしょ。待って、もしかして帰りも私を頼るつもり？そんなこと言わないよ。帰りは自分でどうにかする。じゃあ結局帰りは終電だから一緒じゃない？そんな細かいこと言わないでよ。あなた言ってることがめちゃくちゃだけど、もしかしてもうお酒飲んでんの？朝からお酒なんか飲むわけないでしょ。とりあえず駅まで送ってほしい。なんでそんな遠い場所で待ち合わせをするのよ。せめてもう少し近い場所で。そんなのなるみさんには関係ないもん。駅の近くに美味しいご飯屋さんがあるみたいだから、そこに行くの楽しみだわ。自分で帰ってくるなら行きも自分でどうにかして。ガタガタ言わないで車出しなさいよ。おみさん、免許持ってるんよね？旦那さんの車借りれば。土日休みでしょ旦那さん。ペーパードライバーの私に運転なんかできるわけない。頭使いなさいよ。私はあなたと違って頭を使ってるから言ってるの。はあ？私だったらそんな堂々と威張り散らかしながら車を出せなんて言えない。だから車を出してくれればいいの。せいぜい1時間ちょっとなんだから黙って車出しなさい。私のアッシーは小言が多くて困るわね。黙れアホ女。え？うるさいから旦那さんに連絡した。は？私にこんな LINE を送ってきてるんですけど、夫婦の間でどうにかできないですかって。はあ？旦那さん送ってくれるらしいよ。私に迷惑をかけてごめんなさいだって。なんで旦那に連絡するわけ？普通は夫婦で話し合って、無理だったら友達に頼むとかでしょ。順番が逆。毎日仕事頑張ってきてる旦那様なのよ。休みの日にわざわざ1時間も運転させるなんてできるわけない。じゃあなんで私には同じ気遣いができないのよ。私だって平日仕事で土日が休みなの。親友でも恋人でもないただのママ友のために、なんで車出さないといけないわけ？それはママ友だから。ママ友だからって言えば何でも許されるとでも思ってんの？甘ったれてんじゃねえよ。もういいわ。なるみさんなんか大っ嫌い。覚えてなさい。その小さな脳みそで覚えておくのはあなたの方。今後私に迷惑をかけたらただじゃ置かないから。数時間後。なるみさんのせいで事故った。は？旦那に送ってもらうのは申し訳ないから、車を借りて私が運転することにしたの。久しぶりの運転だから今のうちに感覚を取り戻そうと思って運転してた。そしたら思いっきり車ぶつけちゃって。それって私のせいじゃなくて自分のせいでしょ。なるみさんが車を出してくれればこんなことにはならなかった。相手の人信号待ちで止まってたから10-0で私が悪いし。どうしよう、このままだったら夜の飲み会にも行けないじゃん。別にいいじゃん。マッチングアプリで出会った人と食事なんてただの不倫だし。え？今なんて言ったの？マッチングアプリで出会った人と食事なんて不倫だから行かなくていいって言った。何を言い出すかと思ったら、なるみさん頭おかしくなっちゃった？私が何も知らないと思ってたら大間違い。情報通のママさんがいて、情報は全部筒抜け。ちなみに旦那さんにも連絡してるから。うん？え？は？相手の方には今日行けなくなったって連絡するんだね。旦那さんと一緒に3人で食事したいなら話は別だけど。相手は関係ないじゃない。巻き込まないで。既婚者だってことを知ってるのに食事に行くって相手も大概だよ。しかもお酒飲んだ後ホテルに行く約束までしてるなんて。なんでそこまで知って？情報通のママさんがあなたの LINE を覗き見してるから。そんなのありえない。ありえるでしょう。あ、ひまわりの口癖が映っちゃった。既婚者であることを知っておきながらホテルに行く約束をするなんてどっちもクズだから、帰りは迎えいらないとか言ってたのね。私に送ってもらえれば何かあった時の証言者にでもしようと思ったんでしょうけど残念。誤解があるみたいよ。なるみさん、話し合いましょう。ゆっくりと私たち二人で今後のことについて。もうあなたと話すことは何もないから。待ってよ、なるみさん見捨てないで。ゆりとひまわりとおみのLINE。事故の後片付けは済んだようですね。相手の人怪我がなくてよかったです。でも修理金額がやばいことになった。相手が乗っていた車は高級車ですからね。ああ、よりにもよって高級車にぶつけるなんて。どうしよう、旦那がめちゃくちゃ怒ってる。どっちに怒ってるんですか？ホテルに行こうとしたことですか？それとも車をぶつけたこと？どっちもに決まってるじゃん。
だいたい情報通のママさんって誰よ。なんで旦那に話しちゃうのよ。情報通のママさんっていうのは私のことです。ゆりさんが。私はなるみさんのことが大好きなんです。なので私はなるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して過去まで調べ上げてるんだもんね。気持ち悪い関係ね。それって友達って言わないんじゃないの。私だったら友達に監視されて過去まで調べ上げられるなんて絶対に嫌。そんなのあなたが決めることではありません。それに私はなるみさんを守るためなるみさんからの許可を得て行動しているのです。なるみさんも頭やばいやつだったんだ。なるみさんは心優しい普通の女性ですよ。ただ変な人に絡まれやすい体質なだけで、ゆりと一緒にするのは失礼です。それはどういうことですか、ひまわり。いい意味で言ったんだよ。いい意味で。ほら、そのいい意味でね。最近私が怒らないからと調子に乗っていますね。あなたとはやはりゆっくり話をする必要がありそうです。一週間監禁してゆっくりとお話し合いをしましょうか。いいね。一週間何して遊ぶ。いろんなおもちゃ持っていくね。トランプにウノ、あとは大富豪と七並べ。はあ、それで半分以上がトランプじゃないですか。ねえ、どうしよう。こういう時ってどうしたらいい。どうやったら修理金額安くなるかな。修理金額は安くなることはないでしょうね。大きな傷が今はなくても、鞭打ちなど後から出る後遺症もあります。病院に通った場合、そういったのもお金かかるのかな。どうしよう。今日の夜の食事の約束もあるし。まだ食事行こうとしてるんですか。旦那さんにバレたのに。違うのよ。私たちはただおしゃべりをしたくて、泊まる場所がないからホテルに。それを世間一般的には不倫というのです。なるみさんに迷惑をかけるだけでは飽き足らず、旦那様を裏切るなんて、あなたは地獄行きですね。たったこれだけでなんでよ。今回のお仕置きはどうするの。おみさんには義両親と一緒に生活をしてもらいます。嫌だ、あいつら嫌いだから絶対に嫌。年がら年中鼻くそほじってそうな油ぎっしゅなお父さんに、息子のことが大好きで私のことを敵対視しているお母さん。それに旦那様はマザコン気味ですもんね。そうなのよ。お母さんがどうだどうだってうるさいんだから。子供が生まれてやっと距離を置けるようになってから落ち着いたのに。旦那様は隠しているだけで、お母様との仲良し関係は変わっていません。マジかよ。あなたは同居するしかありませんね。よかったですね。お子さんのお迎えとか手伝ってもらえますよ。あの人たちと同居するぐらいだったら私がお迎えに行くわ。あなたたちがスムーズに同居できるように私が準備しました。余計なこと。同居が嫌だったら離婚しかありませんね。離婚はもっと嫌。自分一人で生きていくなんて無理。お金ないもん。私への罰は同居ってことね。最悪最悪のお仕置きよ。これで終わるわけないんですよね。は？まずはあなたの足の爪をすべてもらいます。そんなの痛い、無理。でも爪は生えてきますよ。これだけで済むお仕置きならいいじゃないですか。これがいいってどんな感覚してるの。指があるだけ良かったと思ってください。あと次はそうですね、あなたの内臓もいくつかもらいます。生きていくのがちょっとだけ困難になると思いますが、命はありますので。なんと優しいんだ。命を奪わないなんてすごい優しい。最近やりすぎだから、たまには優しくしてあげてとなるみさんに言われたので。これが優しいってどんな感覚してんの。同居だけでも地獄なのに爪と内臓。ありえないから、ありえないから。ありえるでしょう。それやめてください。耳に残って私まで言いそうになるんです。しょうがないな、使ってもいいよ、特別だからね。その後、オミさんはマッチングアプリを使って複数人の男性と会っていたことがバレ、同居を余儀なくされた。男性と会っていたことの証拠はなぜかきっちりと抑えられており、逃げることができなかったとか。まあ準備してたのはユリだろうけどね。オミさんは離婚だけはしたくないからって結局同居を受け入れたよ。毎日小言を言われながら疎外感を感じてガリガリに痩せちゃった彼女、いつも歩く時にヘコヘコしてるんだって。
多分足の爪がまだ生え揃ってないんだろうな。彼女私を見ると走って逃げていくから、私はその姿を確認できてないんだけど、走るのは痛くないのかな。足の痛みよりも私と絡んでしまうことの方が怖いみたい。オミさんの内臓は病気で苦しんでいる人たちのもとへ有効活用された。オミさんもとりあえず改心したのか、おとなしくしてるし一件落着。本人は同居生活で地獄のような苦しみを味わっているけどね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。